ケルビン・クアンは、カナダ出身の香港男性歌手である。ユニバーサル・ミュージック所属。歌手のタイ・ススムラヒンはおじにあたり、歌手の超高志健は、義理の兄にあたる。丹リ林のプロデュースなどを手掛け、香港法霊金の高層幹部として知られる、関忠志林を父に持つ。デビューした2006年には、男性歌手はケルビンしかデビューしなかったので、 メディアの指示もあり、2006年の最も成功した男性新人歌手となった。2009年2月24日、東京都渋谷区の量販店で歌手の A 歌と買い物をしていた最中に大麻成分を含むタバコを所持していたとして、大麻取締法違反の現行犯で逮捕。供述によると、香港から持参したものであったという。結果としては、不起訴処分に終わったものの、 香港に帰った後、4月2日に記者会見を開き、正式に謝罪した後、しばらくは芸能活動をしないことを発表した。モデル界に広がる、麻薬汚染、トップモデルが、実情激白。香港2009年3月7日、ライブドア、日本めっちゃやばい渋谷で、大魔所持のイケメン歌手激白。香港2009年3月5日、レコードチャイナ。 ありがとうございます。